間薫さん、決勝点アシストを記録。完璧なアシスト。うわ、アシストしたからいいけどドリブルは全然だな。プレミアデビューから今年1月くらいまでのドリブル無双がまるで夢だったかのように消え去っちゃったな。後半まで全然体力持たないのな。クオリティ一気に落ちすぎてやばい。スタミナまでないとかやばいな。ドリブルでは全部潰されるし。徹底的な決勝点アシストしてんのに、叩いてるやつは毎回2点くらい決めろって言ってんの？完璧なアシストとチャンスメイク、交代前もセーブされたけどよかったよ。一間前までは後半終盤まで全然生き生きしてたし、シンプルに戦術が悪い。デゼルビが悪い。ドリブルうまくいかなくて不満だがチャンスに絡む能力はやっぱり高いな。正直アシスト以外物足りなかった。シュートも少ないし、裏抜けじゃないと立て抜けなくなってるのがね。デゼルビより三笘生かせる監督は普通にいると思うわ。ここ数試合戦術で三笘の良さを殺しにかかってる。決勝点アシストだから上出来だな。期待値上がりすぎてたけど、期待値下げてみれば冷静に見れるぞ。